審判団の方で協議の必要が。軽はずみな言動は慎んでほしいわね。いつ私がルールを破ったのかしら。あれは私の分身でもある魔道具巫女、人の姿をかたどった意志を持つ魔道具なの。お分かり？巫女がダメっていうなら、フーコの風神とかっていう毛玉お化けはどうなるんだ。やめな。